I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.
行くぞみんな。みんな急いで。行きます。自信を持て、必ず勝てる。無理しちゃダメだよ。行きます。ここは逃げるよ。
様か、オメガモンだと。ロードナイトモンを倒したその力、私は彼らに力を貸したに過ぎない。貴様の力なくばロードナイトモンが破れることはなかった。いや、それも定かではないが、大義を見失った者が勝利を得られるものか。叶うならば戦わずして解決したいのだ。不可能だ。ことはもはやそのような段にない。現実世界を全て破壊するなど間違っているとは思わないのか。語るに及ばず、たとえ貴様たちの目に悪と映ろうと、私参れ我が同胞。そしてどちらの道が正しいか、その果ての結末こそ我が望み。
なさい。仕方なかったの。我が道に準ずる。この結末こそ我が誉れ。自ら選んだ芯を揺るがすことなく進んだ結末。我が生涯は騎士道とは滅することと見つけたり。彼を愚かと笑うか。すべてはイグドラシルの意志、そうあるべしと定められているのが彼らであり、私たちだ。ロイヤルナイツもまた一個のプログラム。どのように強かろうと定めからは逃れられないのだよ。私たちならきっと。ここは逃げるよ。自信を持て、必ず勝てる。みんな、急いで。行くぞみんな。今です。
信を持て。必ず勝てる。自信を持て。必ず勝てる。ここは逃げるよ。行きます。絶対ですね。私たちならきっと。無理しちゃダメだよ。今です。行くぞみんな。
態ですね。行きます。みんな、急いで。行きます。ここは逃げるよ。
自信を持て。必ず勝てる。みんな、急いで。自信を持て。必ず勝てる。ここは逃げるよ。行きます。今です。自信を持て。必ず勝てる。絶対ですね。行くぞみんな。みんな急いで。
行くぞみんな。ここは逃げるよ。行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。今です。私たちならきっと絶対ですね。行きます。よう、来たな。奴なら、まだ充電中だ。満タンになったら食ってやろうと思って、待っているところ。いや、本当は、お前が来るのを待ってたんだ。思い出したんだろう？あの時のこと。笑えるよな。俺、お前らを守るとか言ってさ。本当はただ、ビビビビってさ、あいつをさ。あ、新田さん。お前、あの時ユーゴを助けようとしてたよな。ありがとな。俺の親友のためにさ。けどよ、悪いな。それ、俺の役目なんだ。ようやく、そいつが果たせるとこまで来たんだ。そのために、食って、食って、食いまくって、お、だから。
俺の邪魔をしないでくれ。俺の前から消えてくれ。そんでもう一度やり直させてくれ。俺の惨めな姿を頼むよ。友達だろ。だからお前の力を食ってやる。Ah!
邪魔をするな。お願い、私の時も助けてくれたじゃ。何を躊躇する？不安なのか？自分一人でできるのか？あまり自分とは。必ず届くさ。なぜなら君たちは友なのだろう。何しに来やがった？お前はすげえよな。でもな、またダチを助けられず。バカだよな。そんなわけねえ。杖どう？人のせいにどんなことがあっても。うるさい！俺に構うな！説教も慰めも聞きたくねえ！他にどうすればよかったって、俺みたいなガキがスウェードのような天才にかなうわけねえ！ユーゴを救うのに他にどうすればよかったんだよ！こんなざまで帰れねえよ。すごいやつだな。俺に構うなって。お前、なんで連れ戻した？俺はあのままでよ。やろう。余計なことしやがって、何なんだよお前。意味わかんねえんだよ。あん、いや。ヘイ！で、ちょっとち、急げ！了解！みんな、準備！イエーイ！バッコー！いつでもと！ヘヘヘヘ。私たちに通信をくれたら、タイム…あれ、ね、あれ、どうして黙り込んじゃってね。
なるほど、あ、そっち系でしたか。あ、てか、あっち系？あ、それとも、こっち？ロキア、謝罪しよう。うん、ごめんな。お前ら、バカだ。それか、アホだ。こんな状況で、よかった。あ、アルパラダが壊れた。うっせぇ。なんか、そうだな。何事だ。人間ごときが。ドゥフトモン、もはやお前の剣。貴様、我が名はアルファモン。アルファモン、な伝説の13番目のロイヤルナイツ。何故今さら姿を現した。私はロイヤルナイツの抑止力として存在する。ロイヤルナイツの暴走を止めることが私の存在理由だ。暴走？人間世界を消滅させ、デジタルワールドを守ることはいい。なるほど。だが私を人間世界に送り出したのもまた。バカな、イグドラシルの意志が我を阻もうはずはない。貴様が先手者だ。イーターが世界を滅び、今は奴ら何を勝手な愚かせ。それは人間の一面に過ぎぬゆえに。ならばどちらにいつまで。愚かな。愚かも残念だ。我が力のひとしずくを奪ったごときで侮るな。我をグラウ。準備はいいか。行こう。イグドラシルの真意は我と共にある。皆さん、頑張って。Oh, shit.
が破れそうだ。イグドラシルの意志、我がここで目覚め。これで敵対するロイヤルナイツはいなくなった。あとはデジタルワールドから流れ込んだ大量のイーターをどうにかすることができれば。じゃあ片っ端からやっつけちゃう？なんだってここ。いや、それでは時間がかかりすぎる。そんじゃあいつの手を借りるしかねえかもな。そういうこと。やあやあ、皆さん、おや、俺はこいつらを。そうです、あんたがここに。さすが新田君、この破滅的な状況。今一度ベリ、その際幸いいつでも。バカだ、そんなのダメに決まっ。もちろんそんなことはさせません。我々の進化の道が閉ざされてしまいますから。イーターに、イーターに、マザーイーターはどこにいる？デジタルワールド、あなた方の世界のマザーイーター。あなた方ロイヤルナイツが。待て、イーターを繰り返すような真似。残念ながら大規模な機能不全は近づくものが敵。おそらくベースインは私お手製のプロイグドラシルに取り付く。その隙にマザーイーターを排除せ。話の筋。この方法以外に二つの説。そのようですね。と、次元の扉を開いた状態を維持するには、そこでイーターを。その役目。マグラモン。みんな。というわけで、あるだけ。いうこと。え、私も。はやはや。で、それでは見。それでは、さっさく。では、飛び込みましょう。わかった。めちゃっぽいけど。うまくいったみてえだな。イーターが送り返されていく。さあ、この魔法一つ聞いておこう。はいはい、なんでしょう。マザーイーターを排除するしかないと言ったが、排除する確かな方法はあるのか。いやいや、説明していませんでした。無論マザーイーターの中に囚われ、そもそもイーターは、しかし、ユーゴク、初めて人間の、その進化の、それも。まさか、マザーイーター。私の理論に照らし合わ、科学的なプログラムの鍵。イーターの記憶、彼らは、すでにそこに。そんなことありえない。と。お思いですか。では、あなた方、これは、いい、まあ、因子が、なぜ、いや、実態と言ってな、あんたの手順、クラッキングと、もちろん、こ、新田さんで、はぁ、あ、もちろんで、ね、だが、一度イーターに取り、と、この話は、とにかく、現、信頼できる確率、現在のな、デジタルの世界では、そして今、まさしくイーターに時間逆ともすれば因果率ってやつか。けどどうやって。それについては、つうか待てよ、エデン症候群が、こいつもユーゴも元の体に戻れるってことだよな。
斜め上っていうか想像もしてなかった奇抜な治り方だけど、この際何だってありだろ。遊具を助ける。斜め上どころか、うん、決まりでは、お先に失礼。さて、我々も続こう。どう？どうしました？現在のデジタルワールドは、相当時間に余裕はないが、拙速に過ぎてことを仕損じては、元もやり残したことはないか。準備を整えてから、デジタル。